おい、その前にちょっと待ってくれよ。なんだよ。ちょっと話は戻るんだけど。戻りすぎだろ。ん？ナイチンがやったやつなんだ？え？昨夜だ。え？あれ？富永？富永一郎さんじゃなかった？顔で決めるな！ラジオだから！なんで急に顔で？なんで急に黙んだよ、あんなに饒舌だったのにお前。確信をつかれたからだろ、それは。引き出しがない。くそ、せっかくスルーしといたのに。タクヤってだって大きいでしょ。そうそう、大きいさんじゃないよ。お客さんの真似なんか俺ができるわけないだろ。なんで声だけだろ。どこまで音源に高い音源なんだ。犬だってもう寄ってくるよ。本当だよ、犬声だ、犬声だ。お客さんですよ、皆さん間違えないようにしてくださいね。間違えないでくださいね。じゃあギョッとした話しようぜ。なんかある、なんかある、ギョッとした話ね。ギョッとしようぜ、ギョッとしようぜ。なんかね、そうね、僕はアフレコした時に、そのアフレコのその自分の中でのそのハードルが高ければ高いほど、あの脇汗をかいてます。小野くんが脇汗かいてても別に誰もギョッとしてないって動きでごまかそうぞ。2人に言われたぞ。ツッコむわ。それギョッとするでしょ。ギョッとして、ギョッとして、うん、あのでギョッとしてなんかやなんでどうしたんだよ。で床を見たらですよ、うん、生まれてたことがありました。うん、え、漏らしたの？バットが漏らしたの？漏らしました。いや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 。なんで面白くしようとしたの？バットが落ちちゃった。ああ、もう、もうこれ以上わしは吸収できんのじゃっつって。まあ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 、なんでその大御所。もう無理じゃの。なんで大御所なのかわかんないですけど。いやろ。端には無理じゃん。音っていう時もありましたね。なんでなんで、なんで。なんでちょっと老けた上にしゃくれたの？引き出しをちょっと増やしとこうと思って。ここで一発。引き出しをしゃくれじゃねえ。あるのを足すと。足す、足すと足す。足して新しいの作る。足す、足すといろいろできるかもしれんの。しゃくれはあなた銀玉でやりすぎてる。でも公認でやってるのがおかしいと思ってんだから、オンエアで見て。しょうがないだろ、もう本当にね、無理。ある意味ギョッとするね。おお、うまいね。そうか、そういうことか。そういうことだよ。言えばいいんだ。これが答えです。それが答えだ。やってみろ。ウルフルじゃねえかな。翼をもがれた。翼、ギョッ、ギョッとした話。ギョッとする、ほら、ギョッとするよ。ギョでしょ、ギョ。僕未だにね、有楽町線どっちかわかんねえんだよね。あ、有楽町線に乗ってスタジオに行こうと思うと、どっち方面に乗ったらいいかわかんないの。なんか何々方面、何々方面って書いてあるけれども、うん、僕の目的地の駅がどっち方面なのかが瞬間的に未だにわかんない。あーはー、あんま乗らないから。だからその目的地の駅が池袋方面にあんの か、 だから月島方面にあんのか、うん、真ん中あたりに出ちゃうとわかんなくなって、どっちに乗る、どっちかなって乗ると反対方向だってギョッとする、ギョッとする。2回行った。2回行ったように顔、うん、顔だ、これでいい、これが答えか。答えない。これが答え。ファンサン、ファンサンソーサン、ザイザソン。これです。大体拾いすぎだからね。今でしょ、甘やかしてるから完全に。ダメだよ。甘やかした。甘やかしちゃダメだよ。これが答えですよ。俺の子はね、甘やかすと本当にダメだ。付き合わない。そうだね。甘やかさない。意地言った。ほんとさ。意地じゃダメなんですか？真面目にやろ。ほんとだよ。大ちゃんが言ってるの。大ちゃん、ぎょっとした話ないの？え？ぎょ？うん。なんだろうね。特にないよ。もうないって。ほんとなんだろう、あんたそんなんだったっけ。もうちょっと前ちゃんとしてたよね。最近ほんとひどいよね、あなたね。なんだろうな、なんかね、30超えるとこうなるわ。もう30超えて6年経ってるでしょ。もうあなたもう30並んだんだからね。アラフォー、アラフォー。割とお前はもうちょっとちゃんとしてて、それいいと思うね。やめましょう。収集つけろや。俺のせい、俺のせいなの？収集ね。おお。やっぱさ、伊達に20代に回らない説があれば、お前のことを殴れよ。やってみろよ。お、殴れよ。死んでるんだぜ。ほんとひどいですね、岩崎先生。もう今回あの一番ギョッとしたのはですね、あまりにも内容がないってことですね。ほんとだこれ。はい、もうほんとにね、まあでも作家的には一番ギョッとするのは締め切りに間に合わないことかな、つって。ディゴンも頑張れ。
さあや